森友学園をめぐる公文書の改ざん問題で、改ざんを強いられ自殺した近畿財務局の職員、赤木俊夫さんの妻、雅子さんが今日財務省を訪れ、財務省内部のメールなどの情報開示請求をしました。雅子さんが開示請求したのは、財務省内部のメールや改ざんの調査報告書を作った際の資料などです。 6月に公開された赤木ファイルでは分からなかった改ざんの経緯を明らかにすることで、年夫さんがなぜ自身に追い込まれたか知りたいとしています。佐川さんにどんな指示をしたのかで指示をしてないんであれば、なんでこうなったと思うのかそのために今日の情報開示請求は必要だったんじゃないかと思います。財務省は今日の情報公開請求を受けて。 30日以内に開示するかどうかを通知することになります。